はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、じゃがいもですね。じゃがいもね、そろそろね、植え付けシーズンになってきました。じゃがいもはですね、秋にね、植え付けて育てていくバージョンと、あとね、春に植え付けて育てていくバージョンがあります。人気なのはですね、春の方がね、人気だったりもするますけれども、この時期もですね、しっかりね、やることによって、じゃがいもですね、いっぱい育てられるね、可能性がね、ありますので、早速ね、植え付けてやっていきたいなと思います。秋のね、じゃがいもはですね、またね、春とね、比べて品種ですね、育てられる品種がね、違ったりしたりとか、あとはですね、植え付ける時もね、とてもね、簡単になりますので、早速ですね、やっていきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。まずこちらですね、今回植え付ける品種としてはですね、こちら西豊かというですね、じゃがいもと、あとね、出島というね、じゃがいもがあります。この出島はね、結構ね、大きいタイプのね、じゃがいもになりまして、はい、食べ応えもありましてね、しっとりとね、していまして、煮物とかですね、カレーとか育てやすいね、じゃがいもになっています。そしてこちらの西豊かですね、西豊かはポテトサラダとかですね、これはまあ煮崩れね、しにくいので、カレーとかですね、そういったものもね、しっかりね、美味しくいただけるものになりますので、これをですね、ちょっとね、やっていきたいなと思います。そして以前ですね、こちらね、土作りをしまして、もうかれこれね、1週間ぐらい経ちますので、こちらに植え付けて育てていきたいなと思います。ここね、右側ですね、右側2列でね、植えていきまして、幅が30センチ間隔にね、植え付けていこうかなと思っています。そしてじゃがいもね、育てるにあたって大切なポイントとして2つですね、温度をですね、あまりね、上げすぎないっていうところ、そしてこの時期、秋じゃがいもでね、特徴的なのは、ちょっとね、温度が上がりすぎると腐りやすくなってしまいますので、カットですね、じゃがいもを半分にカットしないで植え付けるっていうところですね。この2点をね、しっかりね、注意しながらやっていくといいですね。1つ目の温度ですね、高いと、じゃがいもね、腐ってしまうっていうのは、30度ぐらいですね、以上になるとじゃがいもはね、成長がね、止まりやすくね、なってしまうんですね。なので、あまりね、温度を上げると良くないんですけれども、ただね、今回僕はね、この黒マルチでね、育てていこうと思います。理由としてはですね、雑草ね、予防にもなりますし、あとはですね、収穫がね、とてもね、楽なんですね。なので、ここでね、植え付けていきます。去年もね、じゃがいもね、黒マルチで育てたんですけれども、暑くね、確かにね、なりやすかったりはしますけれども、十分ですね、育てることができましたので、今年もね、同じように育てていきたいと思います。暑さがね、ちょっとね、心配な部分もありますけれども、しっかりね、育てることもね、できたりした実績がありますのでね、今年も挑戦していきます。そして、じゃがいもはね、基本ちょっと取り出してみますね。そうですね、これ今ね、見ていただくと、だいたい普通のね、タイプのじゃがいもになるんですけれども、 100g ぐらいですね、これね、あります。じゃがいもは基本 30g から 50g ぐらいですね、そのぐらいで植え付ければ十分ね、育っていくんですけれども、この時期ね、半分に切ってしまいますと、じゃがいもの中ね、水分がね、たくさん含まれているんですね。この水分がたくさん含まれている状態で植え付けると、カットした状態で植え付けると腐っちゃうんですね。なので、腐らないためにもですね、カットはこのね、時期の秋じゃがいもね、育てる場合はカットしないで植え付けていくといいですね。はい、このね、2点ですね、しっかりね、ちょっとね、注意をしながらね、やっていきたいなと思います。じゃあこちら、西豊かですね、右側のレーンは西豊かにして、左側のレーンは出島ですね、を育てていきたいなと思います。じゃあまずね、植え付けられるようにじゃがいもをですね、一つ一つの穴の近くに置いておきましょう。できました。そしてこれね、見ていただくと、はい、こんな感じのね、じゃがいもで、もうね、芽がね、ちょろっとね、出てきています。これが出てきてね、茎が伸びてきて、花が咲いたりとかですね、して、じゃがいもね、大きく成長していきます。すごい立派なじゃがいもです。これが出島になりますね。そして反対側ですね、こちらが西豊かになります。西豊かの方がちょっとね、小ぶりのサイズかなっていうね、印象があります。でもね、サイズ的にもね、同じ、そんなにね、遜色ないぐらいのね、じゃがいもになりますので、はい、こんな感じですね。
そしてね、植え付けるときね、じゃがいも今ね芽がたくさんねあったと思うんですけれども、こっちがへその部分ですね、じゃがいもね茎がついていまして、茎がねついていて、ここからね茎がついて伸びてね成長しているんですけれども、この反対側ですね、へその部分と反対側の部分に芽がね多く出やすいので、こちらをですね、このへそ部分を下にして、これを上にして、はい、育てていくようにしていくといいですね。そうするとここからニョキニョキニョキってねたくさん、はい、芽がね出てきます。もちろんね下の部分からもね、あの強くね肺が上がろうとしてうにょきにょきにょきってね伸びてきますので、まあ、成長のいいものをですね、成長してきたら2本から3本ぐらい残して育てていきたいと思います。じゃあこれもちょっとね置いていきます。はい、なんかね面白い光景ですね、じゃがいもの、はい、育てるのがね、はい、じゃあこれねちょっとね1個ずつ植え付けていきたいなと思います。じゃあまずねこちらからですね、はい、ではですね早速植え付けていきたいなと思います。こちらですね、このダイソーで購入しましたマルチですね、穴開けマルチというねものがあるんですけれども、これを使ってちょっとね深くじゃがいもね掘っていきます。深くといってもこれねちょうど10センチぐらいですね、10センチぐらいの深さにして、はい、掘ります。そしてさっきのねへその部分を下にして植え付けていきます。はい、こんな感じですね。そうするとちょっとねちょうどこれじゃがいもが10センチよりちょっとね短いぐらいのものになって、7センチぐらいでしょうかね、そのぐらいになりますので、今掘りました土をね上からねちょっとかぶせます。なので土をねかぶせるのは3センチぐらいでしょうかね、そのぐらいを目安に、はい、土がね、はい、かかるようにしていきます。そうすればニョキニョキニョキってね、じゃがいもね出てきますので、そんなイメージでですね植え付けていきます。じゃあ、こちら隣もねちょっとねやってみましょうか。こちら分かりますか。はい、ここね黒マルチですね、マルチで育てるメリットとしては、あまりね深く植えないでも、じゃがいもね育ちやすくなるんですね。っていうのもこの黒マルチですね、一般的にはですねこれね、じゃがいも育っていくんですけれども、育ってきたら土寄せをします。そしてその土寄せをした中にですねじゃがいもがたくさんできてくるんですけれども、この黒マルチをねすることによって、土寄せねそんなにしないでもこの黒マルチの横の部分とかですね、この部分にじゃがいもがなりまして、それで、このねマルチを剥いだ時にねそのまま収穫ができるっていうねイメージになります。なのでこのね黒マルチですね、やるねメリットとしてはですね、そんなメリットもねありますので、はい、ここはね今回そういうスタイルで、はい、育てていきたいなと思います。じゃあこちらもねどんどん埋めていきます。はい、でへそを下にして、はい、ここにね入れまして、土を戻す、こんだけですね。で塊がありましたらねちょっとね、ほぐしながらポンポンとね、はい、土でねかぶせていきます。とてもね簡単な植え付け方になります。じゃあ全部ですねちょっとねやっていきたいなと思います。このね穴開けですねあるとねとても便利です。じゃあどうぞ。はい、せっかくなのでね真上からやってるシーンもねご覧ください。こんな感じで穴を開けまして、へそを下にして、はい、埋めていきます。そして埋まりましたら土をここね押すと土がねニョキニョキってね落ちますので、はい、こんな感じですね。これでね OK です。できました。はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですねじゃがいもね植え付けることができました。水やりはですねじゃがいもねそんなにしないでも育っていきますので、これからねちょっと雨が降るということなので自然のね状態に任せて、雨がねどうしてもね降らないで、カラカラなね状態で砂漠みたいなね感じになったら適度にですね
お水もねあげながらね育てていきたいなと思います。またねこの後ねどんな風に成長していくんだろうなというのもですね、チャンネル登録と通知ボタンを押しておいていただけると、そういった情報もですねあなたの元に届きますので、よければねよろしくお願いします。また質問とかありましたらですね、こちらのチャンネルでもですねお答えしていますので、そちらもねよければ参考にしてみてください、はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。